どうも皆さん、ナイナイです。ユンユンです。二人合わせてユンナイトチャンネル、イエーイ。始まりました。今回も始まりました。ナイナイ、今日は何やる？今日はですね、なんとこの動画の高評価数が100万人いったら付き合っちゃおうかなと思います。イエーイ。ぜひみんな高評価よろしく。100万いったら付き合っちゃおうぜ。よろしく。最近延長したやつ、それ。いや、ちょっとこれ、バンナイトチャンネルのね。バンナイト皆さん、こんにちは。俺たちチャンネルナイトです。ウィーン、シメジャパンです。 VALVI ハラハラ、どうも、バンユンです。お願いします。ということで、今回はバンユンチャンネルと初のコラボです。よろしくお願いします。で、僕たちは2人ともコンビ、まあ相方がいるわけですけど、今回はこの相方をシャッフルして動画を撮ってみようかなと思います。おお、面白そうっすよ、それはね、なかなかないと思うんで、こういう機会。これ、シンプルに内藤がゆんちゃんと動画撮りたいだけだった。言うな、お前。ここはもう、本当に お膳立てなんなら帰ってほしいくらい。なんならこの2人だけ楽しみたい。で、今回はシャッフルして料理対決をしたいと思います。お、いいっすね。そう、バンビ君はね、結構得意ですよね、料理。そうっすね、まあ全部あれ、実はお母さんが裏で作ってる。で、今回は食材ランダムに買ってきたんで、はい、5品ずつその選んでもらって、で、お互いに2人で調理をします。で、最後にハギが今日いるんで、はいはい、ハギに食べてもらって、どっちが美味しいか、どっちが作った料理か言わないで当ててもらって、それで美味しかった方が優勝です。了解です。はい、やりました。グッパーしますか。緑や、緑や。グッパージャス、せーの、はい。うわー、うふぅ。チームイケボで、チームイケボでやっていきましょう。やってくぜ、チーム美女と野獣。美女だから、俺失礼みたいな。あ、いや、全然美女で、美女で野獣。大丈夫、ないと大丈夫、ないこれは。いいですか、本当に。うん、今日は特別だぞ。オルタナチャンネル。もう本当にランダムですね。そう、いろいろあります。じゃんけんして、先にトリップしてみましょう。最初はグー、じゃんけん、ほい、勝った。よし、でもとりあえずに、おいしさ勝負っすよね。肉いった方がいいんですか。とりあえずこれがいいんじゃないか。おー、美しい豚肉、ごまけ。よいしょ、これだ。じゃあ俺ら豚肉でいくぜ。オッケー、メイン。そうだ、なんだ今の手拍子。今思った。なんだ今の手拍子は。なんなんだ。これあればさ、何かしら味がつくじゃん。これあればな、結局美味しくなりそうだから。確かに、それにしましょう。なるほど、なるほど。これです。ちなみにキッチンにある調味料は自由に使って OK だ。ここはサブ食材を決めるべきだな。あー、そうだ、俺もそう思った。これこいつはいいんじゃないですか。健康的にもなかなかいいんじゃない。美しいピーマン。なんて美しい緑なんだ。まるで荒野に咲くサファイアだな。サファイア青く。サファイア青だよ。さあ、直感で、直感で手に取るんだ。その手に取ったものが運命だ。さあ、運命を信じろ。お前たち二人ならできる。ご飯行こうか。さあ、手に取ったものぶっこんで誰か。ぶっこんであげて、今ずっとボケてるんだから。はい、はい、じゃあご飯行きます。あ、ご飯もないってことか。そっか、何ができるんだろう。丼っぽいの。丼っぽいのできそうだね。いいね。主食といったら、残りはパンとうどん。何、どっちを選ぶ。パン、うどん、パン、うどん、パン、うどん、パン、うどん。さあ、どうする。これは最後の選択肢、神の領域に入るさ。うどんでいこう。オーケー、肉にします。オーケー。じゃあ、4つ目いこう。これはあと何がいる。いや、ただ今日だ。ここで俺たち攻めても大丈夫です。普段は使わない食材を使うことで、視聴者に驚きと勇気を与える。感動を与える。ああ、そうだ、これいこう。すごい、マジか、兄弟。ヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルトでいこう。攻めよう、攻めるぞ俺ら。肉きたから、いいですね。お、いきましょう。ちょっと飾り、彩りも考えて。なるほど、最高。レタス、食物繊維で、お肌もプリプリだ。極悪アピール。ランダムで手に取るってのはどうだ。オッケー、目をつぶって触れた食材、それが運命の食材だ。どれに手をかける。ファイナルサーチ。おぉ、俺はカップヌードルできた。ラスト、俺はもうラストです。まあ結構ね、いいバランスですね。いいバランス。冒険した方がいいんじゃないか。確かに、俺たちはここまで攻めてたぜ。冒険しちゃう。キュウリ、キュウリ、キュウリな。なるほど。それではどっちから調理していきますか。ここもじゃんけんで決めるか。オッケー、神のみぞ知る。よし、最初のグー、じゃんけん、パン。よし、よし、よし。じゃあ先行でいこう。先行でいこう。見せつけてやろうぜ。それでは調理していこう。おい、イエー。オルタナチャンネル。ということで、早速やっていきたいと思う。好きだ。
マーキナ、マーキナ、この二人、この二人似てるんだよな。似てるんですよ。似てる、この動画回してからスイッチ入れる感じ。なんかヨーグルトと肉ってなんかつけると柔らかくなる。柔らかくなりますね。なんでこれをつけたいっていうのが俺の一つの願望です。ああ、なるほど。じゃあとりあえずこれつけてお肉を柔らかくしつつ、はい、まあ、ちょっとそのヨーグルトそのままなんかちょっとソースじゃないですけど、ミルク仕立て風な、でもこのラーメンの汁もそのまま入れて、ちょっと醤油ベースのちょっとヨーグルトみたいな。うまそう。そっかそっか。これはスープで使って、はい、で麺はこっちを使うみたいな。そうですね。これですよ。でもこの麺も使って。全部全部バンビ君が。なんか美味しそうな気がしてきません？いや、そうなんだよ。バルテノってのはめっちゃうまいんだよ。いや、違う。バルテノの美味しそうな話じゃない。この手洗うし、いきます。抜きで取ってます。こういうボケをしてるんだけど、ね。なんで？僕もじゃあ一応ちょっと礼儀として。はい、おー、美しい手だ。ここスローモーションで。チームワークも重要だからね、やっぱ。そう、協力者。全部入れちゃおう。オーケー、男の料理で行くのに。俺潔癖症だけど、まあ今回は我慢しよう。愛情込めて美味しくなれ。あんま混ぜるな。あんま混ぜるな。内臓だけキレイキレイしなかったね。さあこれで肉が柔らかくなったはず。これで柔らかくなるはずだ。じゃあここでピーマンを切っていこうか。オーケー。ピーマンは全部使わなくてもいいのか。ああ、全部は使わなくても大丈夫だ。オーケー。おい、手気をつけろよ。任せろ。お前の美しい手が切れちまったら俺はショックだぜ。何万人の女性がなると思ってる。この何そ、笑うだけ。どうだゆんちゃん、やっぱり料理ができる男ってのはこれるかい？まあでもポイント高いですよね。やっぱ私が料理できないんで、将来ね、もし旦那にするなら料理できる人がいいなと。ありがとう。ありがとう、ありがとう。もらいました。できてないもんなんだよ。まだ何にもやってない。このうどんはお湯で戻せばいいか。いや、そのまま炒めちゃおう。これもう出来上がってる生うどんだよな。これはイケボ兄弟なんだ。新キャラクターなんだよ。イケボのハーモニーが生む。そういうこと。次が全然合わねえじゃん。着地が不安定なんだ。ツッコミ待ってます結構。僕あれ好きなんですよね。結構クールなツッコミじゃないですか。ダウンタウンじゃないですけど、ちょっとそのクールな笑い芸のツッコミみたいな感じ好きっすね、僕。恥ずかしい。もういいっすかね。ごま油でいこう。はい、いこう。ごま油の香りをテイスティングしていく。このヨーグルトのやわやわになったお肉を投入していく。待ってくれ兄弟。おい、どうした。悪い、下味をつけるの忘れてた。おいおいおい、気にするな。塩コショウ入れさせてくれ。今からでも間に合う。ああ、気に入って装置。オーケー。投入。たっぷりいい音、ハーモニー。オーケストラ入りました。これだけでちょっと味が薄いかもしれないから。ああ、そうだな。味付けしていこう。オーケー。まずは醤油だ。醤油入ります。おお、見ない見てないぜ。ノールック醤油だぜ。なんかお砂糖とかあるかい？ああ、お砂糖あるぜ。ああ、ちょっと待って、お砂糖と俺の甘い言葉どっちか聞く？あ、甘いことを聞いてからお砂糖。うん、愛してる。おー、風味でもうまそうなんだよな。お酒もあるか、お酒。お酒はないぜ。でももう俺たちの言葉に酔ってるんじゃないか。おい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 、今日飛ばしすぎだぞ。本当だよ、企画が違うんだよな。ちょっと味見しとこうかな、ここら辺で。おいおい、嘘だろ。化学反応が起きてるぞ。なんてことだ。早く入れろ。まだお互いジャブ打ち合ってるんだよな。様子をまだ様子まだなんかあるのかなと思って待っちゃってる。思いました。普通にうまそう。普通にうまそうだな。あ、4番テーブル下げちゃって。あいよ店長。乗ってくれるんだ、ちゃんと片付けてくれてる。さすが、さすが。ゆんちゃんは女子力高いですか？ゆんちゃん女子力高いですよね。ザ女の子って感じだよね。こんなに撮ってんのにおならもゲップもしない。どうなってる。ちょっと味見をしてみようかな。一本うまいでしょ。匂いがね、本当にいい。もう、あ、完璧だ。イエイ。オッケー。うわ、うまそう。超いいですね。そして、上にね、具材が来るように料理名発表してやってくれ。オッケー。うどんとカップヌードルの混ぜ合わせ、君との恋もここにブレイクスルー。なんだそれ。私的には、頭に行ったから。いや、もう撮ってますよ。いや、なんかこの後ろ姿の感じ良かったよ。本当ですか？うん、あ、ずれてんじゃん。ということで、チーム何ですか？はい、チームだから美女と野獣です。美女と野獣。美女と野獣で。あ、逆だった。美女ポーズ決めます。
ちゃう気がしたんで。はい。美女と野獣感あるそれ。美女特選隊。そうそうそう。せーの、はい。決まりました。チーム美女と野獣。じゃあ作っていきますか。はい、作っていきましょう。はい、さあこの材料ですね。はい、なんかゆんちゃんが作戦あるっていうか。あ、そうなんですよ。ひき肉を取ったので、はい、ちょっとハンバーガーっぽくいかなっていいよ。このきゅうり、うん、きゅうりが厄介そうなんで、はい、この中に入れて食感を足す。おお、いいよ。いい、いい、シャキシャキしてる。きゅうりはいいよね、食感はね。きゅうりですよね、うん、で、これで味付けしてご飯にのせる。あ、なるほど、ロコモコみたいな。うん、ロコモコ。めっちゃヒントだ。ヒントじゃない、ヒントじゃない。ゆんちゃんは、はい、どういう人がタイプの。あら、タイプになろう。ちょっと狙ってるから。ちょっと狙ってます。ちょっと渋ジャパやっぱね、一番のむっつりですから。じゃあむっつりじゃないよ。顔に出てます。普通にドメンタイ。顔の腕毛に出てます。顔と男性ホルモン。私でも結構 B 線って言われてて。 B 線？そうなんですよ。じゃあ俺 B の塊だ。 B の塊。本当に心が綺麗な人ですね。中身が。中身重視。はい。ああ、そうか。ゆうちゃんまだ石鹸ついてる。え？かわいい。かわいい。純粋。よく見てる。あ、ちょっとまだ腕毛ついてる。腕毛はついてる。あ、腕毛落とさなくて大丈夫。あ、腕毛こずって。いや、いい。取れないです。うわ、取れない。あれ、取れない。ダイソン持ってて、ダイソン。長いな。きれいにしましょう。腕毛入ってる人はどうですか。いやー、私がもし彼女になったら剃ってあげますね。あ、剃るんだ。そこは剃るんだ。じゃあハンバーグをちょっとこねていきますか。はい、こねていきましょう。はい、ゆんちゃん、はい、事務所一緒ですから。ちゃうねん。ちゃうねん。バズじゃないんだ。チームバズじゃないんだよ。じゃないんだよ。ゆんちゃんの方がウームっぽいよね。あ、確かに。全然ウームにいてもおかしくない。入れて、キュウリを切ります。塩コショウと、ここでごま油とかも入れてみますか。キュウリって皮むくんですか。皮むかなくてもいいんじゃない。入れましょう。はい。あ、だ、斬新かもしれない。意外と見たことない。塩コショウも入れちゃっていい。なんて美味しそう。はい、うん、美味しそう。美味しそう。おしんこ入れみたいな。ごま油もちょっと入れてみます。あとなんか入れたいのある。特にないです。愛情って言うんだよ。じゃあ、愛情。じゃあ俺やると腕毛入っちゃうからさ。失礼します。はい。お肉が気持ちいい。渋ジャパさんが何か言いたそうっすけど。ゆんちゃんって面白いね。面白いですか。じゃあゆんちゃんが気づかないとあのチャンネルの年齢層上げちゃう。あ、チャンネルの規制の年齢層上げちゃう。ゆんちゃん、まあ、そうか。いいかな。もうこれぐらいでいいか。いいですかね。あ、見たことない感じになったね。確かに、なんかちょっとキモい。ちょっとキモいなこれ。ちょっと毒風とかが。それぐらいでいいか。で、なんか真ん中へこませるよね、ハンバーグ。そうですよね、確か。あ、意外に、ちょっと見るといい。大丈夫です。いける？いきます。熱いよ。うわ、いい焼き加減。おお、おい、邪魔だな、邪魔だな、邪魔だな。ちょっと水入れてみる。はい、水入れたっけ。入れた気するな。怖いからやめてしまう。大丈夫だ、合ってる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 。いけ、いける、いくんだ。あぁ、危ない、危ない、危ない。ね、さっきも火通ってた。おっ、おっ、いい。おっ、いい。おっ、いい感じ。良いです。息するね。じゃあ、あとはソースか。じゃあ、私、ご飯チンしてきますね。あ、協力ね。おっ、うまそう。おぉ、トマトソースハンバーグみたいな。煮込んで、美味しそうです。こう、食べやすいように、一口サイズにね。よいしょ。おっ、うまそう。うまそう。この上に大丈夫です。おぉ、薄切りきゅうりをちょっと散らして、うまそう。完成です。さあ、料理名は、料理名は美女と野獣が作ったこれぞ愛の結晶、僕たちこれから幸せになります。おー、そうです。ということで、出来上がったね、萩を呼んでいきたいと思います。はい、はい、ここに2つの料理があるんだけど、どっちが美味しいかシンプルに味見をして決めてほしいです。わかりました。見た目も含めて点数つけたら総合点で、誰が作ったかわからない。お、お、首を静かに。なんだろうな、ザ・うどん。おうどんなんかい。これはザ・野球うどん。ザ・野球うどん。これなんですか、ロコモコですか。おう、そんな感じ。そんな感じ。あ、なんか入ってますね。きゅうり。
おお、そう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 。おーっと同じリアクションだ。噛み締めている。噛み締めている。いいよ。まだわかんない。うん、まだわかんない。おーっと、もう一口いく？もう一口いく。全然取れてない。ハンバーグだな、全然取れてない。おいしい。おーちょっとこつやった。わかりやすいな、おいしいの言い方。わかりやすいな。おいしいの言い方。検証的に。おいしい。じゃあ、最初、うどんから。はい。8点です。おーおーおおおおおこれもしかすると若葉なんですね。いや、美味しかったです。おおロコモコは何点でしょうか。向こう9点です。うわーいや、これが5点だったんですね。ということで、美女と野獣チームの勝利。僕たちが作りました。うわー輸送兄弟。まさかこんな時代に落ちるとはな。またいつかリベンジしたいな。リベンジしましょう。今回はバンユンとのコラボでした。ありがとうございました。バンユンでもコラボチャンネルが上がってるので、ぜひ動画チェックしてください。ぜひ楽しんでくださいグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もお願いします。それではまた次回お会いしましょう。それではまたね。バイ。